はい、どうもこんにちは。ということでね、さっきとね、さっきというかまあ、絵が変わってないと思うんだけど、今回その行ってる過程の中で、まあそのね、とある場所に行ってるんだけど、その合間でね、動画を撮ってるような感じになります。で、その撮ってね、行く動画の内容についてなんですけど、まあまた来たわけですよ。そのお前なんでなんかその再生回数で YouTube やってんのみたいな、まあ、そんな内容のねメッセージがまた来てたんで、また言わなくちゃいけないのかと思ったんだけど、まあいい機会なんでまた言っとこうかなと思います。めっちゃ揺れるな俺の車めっちゃ足回りがてえな、めちゃくちゃ硬えんだよな足が。画面酔いするかもしれない、マジでごめん、ほんと申し訳ないわ。で、ね、YouTube やってる理由なんだけど、まあ、なんだろう、その再生回数だとか収益だとかチャンネル登録者数がどうのこうのっていうのは、あのね、正直あんまり気にしてないっすね。てか逆に気にしてたらできないと思うよね。まあ週一投稿すらもう多分やれない、できないんじゃないかなと思うんだよね。そのモチベーションをどこに持っていくかっていうのがやっぱだいぶこう大事やと思うよ。なんかこうやってて楽しいなとか、なんかこういう理由があるからやってるんだっていうのがないとさ、モチベーションを高く、別に俺もモチベーション高いかって言われると高くはないんだけど、まあ1週間に1回動画投稿し続けるっていうところはずっとまあやれてるよね。でやっぱそのね、なんだろう、こう好きなこととかその自分の趣味とかももちろんそうなんだけど、なんだろう、義務になったらやっぱ長続きしねえよなって思うんだよね。だからなんか本当の意味でなんかこう気楽にじゃないけど、楽しんでやれてるかどうか、まあ別に YouTube、まあ、目いっぱい楽しいかって言われると目いっぱい楽しくはないんだけど、じゃあ全く楽しくないのかって言われるとそんなことはなくて、特にあの YouTube ライブとかねやってる時なんかは、あんな俺のほらクソみたいなさライブ配信でもさ、こうやってくれてありがとうみたいなこう言ってくれる人たちがいてさ、やっぱなんだろうな、こう誰かに何か必要とされてるってすげえありがてえなと思うんだよね。でまあ、ちょっと話がだいぶ脱線しちゃったんだけど、そのやってる理由はね、あの日記みたいな感じになっちゃってます、正直。日々こんなこと思ってたよねとか、こんな風な感じで生きてたんだなっていうのを後々まあ自分で振り返る、まあそうね、だからその日記帳代わりの感じになってます。 YouTube をね、そんな風に使うのかお前ってね言われたらそれまでなんだろうけど、まあ、いろんなチャンネルがあってもいいじゃないですかということでね、そんな感じで YouTube をまあやり続けてます。ほんで今後も多分そこら辺はね、まあブレることなく変わらないんじゃないのかなと思ってます。まあ、あんな動画でもいいよってねこう言ってくれる人がいたらね、ぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。